マナズルは、鶴ル鶴ク鶴ル,ル族に分類される鳥類。大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、モンゴル、ロシア南東部下記に、中華人民共和国北東部、モンゴル北東部、アムール川及びウスリー川流域、半過去で繁殖し、冬季になると、日本、朝鮮半島中部の鉄原及び半門店、長江下流域、同帝湖、 へ南下し越冬する日本では主に出水平野に越冬のため飛来する。バードリフインターナショナルでは2012年現在、本種をアンティゴネー族に分類している。全長120から153センチメートル。全身は灰色や暗灰色。頭頂から後首、頸部基部にかけて白い。くちばし基部は黒い剛毛で覆われる個体もいる。時効を覆う盲は、 アンハイ色。自効後方から、側首、前首、仮面にかけての歯衣は、アンハイ色やノウハイ色。右服は、開白色。初列風切りや、自列風切りの刃先は黒い。三列風切りは長く、色彩は白。目の周囲から、くちばし気分にかけて羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。交際は、大色や、刀工色。くちばしは、黄緑色やアン、黄緑色。 講子は、胆石色や暗石色。気管は、胸骨の間を曲がりくねる。幼鳥は、頭部や頸部が褐色で、ふくも褐色味を帯びる。湖や河川の周辺にある、明けた湿原や、低地の草原などで繁殖し、渡りの途中や、越冬地では、河川や川口、干潟、農耕地にも飛来する。日本では10月に飛来し、翌2月まで越冬する。 田んぼに住み魚類、昆虫、カエル、スゲ類や水生植物の地下茎や、根、植物の種子などを食べる。農耕地では、穀物や種子を食べる。繁殖形態は卵性。湿原に、スゲ足などを組み合わせた巣を作る。5月に卵を産む。産卵数は2個。私有交代で放卵し、飼育下での放卵日数は30から33日。生後にから3年で、 生成熟する。食用とされたこともあり、和名の名は食用を意味する古語とされる。和名の間は標準的なのに、農作物を食害する害虫とみなされることもある。日本の出水平野では政府により土地の買収や被害保障などの対策が取られている。一方で、農業被害による地元住民との圧力もある。繁殖地のロシアでは、のび、 中華人民共和国では開発による生息地の乾燥化などによる影響が懸念されている。電線による事故死や渡りの途中にある大韓民国では農薬を用いた密漁により死亡した例もある。越冬地の出水平野では水田の関連化やビニールハウスの設置による再植地の変化、交通量増加や道路建設などによる影響が懸念されている。 他種も含め多数の個体が飛来し、過密状態になっていることから伝染病の感染による大量死、食物の不足も懸念されている。2010年12月には、出水平野で高病原性鳥インフルエンザにより7羽が死亡した。泉平野では2001年に3555羽2007年2059羽と変動はあるが、近年は、 飛来数は全増傾向にあるもののこれは他の地域での越冬群が合流している可能性もあるとされる。陽子は三峡ダム建設に伴う水位変化によって生息数の減少が懸念されている。泉平野では小麦や魚類を給仕している。泉平野は1952年に鹿児島県の鶴及びその都来地として国の特別天然記念物に 1987年には出水、高尾の鳥獣保護区として国の自然保護区に指定されている。1996年には高尾の町に人工的な根ぐが増設された。絶滅危惧種類、ありがとうございます。